きます。ナインティーズ裏原アーカイブショップオーナーのアキラです。今日はですね、今月4月にマカヌ発で発売させていただきます商品紹介やっていきたいと思います。で、僕のチャンネルでは他にもですね、ヌハスの商品紹介の動画は毎月やっております。で、結構皆様ありがとうございます。結構即完売になっちゃう商品も多いんですけれども、まだたくさんサイトに商品ギャラリーのように並んでおりますのでね、その一つ一つの紹介しておりますのでね、ぜひ今日のね4月の商品と合わせてご覧になっていただきまして、ヌハスサイトに行っていただいてチェックして、うわーって、もうね何十個ってアーカイブギャラリーみたいになってますからね、同じこと言ってますけれどもね、まずそれ楽しんでいただいて、その後ポチリお願いいたします。それでは早速やっていきたいと思うんですけれども、今月もですね、例に漏れず5日ですからね、発売日5のつく日、5日、15日、25日でございます。まず5日はですね、5つです。発売するのはね、5ばっかりややこしいですね、すいませんね。はい、4月5日は5個販売いたします。で、ちょいちょいやってるんですけれども、小物特集でございます。出し惜しみも何もしません。おお小物の結構最高峰じゃないこれ。 AFFA の1996年パイルジリストバンドでございます。めっちゃかっこいいっす。状態も結構いいっす。黒もあんの。うわー、これ2個工程もう本当にリストバンドにしてはめっちゃ高いっすけどね。ただもうこれは高いでしょ。ただこれはもうしょうがないかなって。このトリコロールね、赤はね、このね真ん中に白いラインがこう入ってますからね。で、黒は真っ黒ね、このねネームがついて全く同型ですよ。まあ、綺麗ですよ結構ね。うん、状態いいです。これね、マジックテープなんですよ。緩められて、で、こう自分の手につけてる。僕手だとしたらね、で、こういう風に合わせてキュッと巻いて、で、こんな感じで好きなところでこうできるようになってるんでね、めちゃめちゃかっこいいですこれは。ジョニオさんも当時つけてたしね、サイトにはそのねお写真とかも掲載させて引用させていただいておりますのでね、まずこれ。そしてですね、もう一個AFFA 今度はレーザー、1999年、これはほぼデッド、かなり新品に近い、めちゃくちゃ状態いいですね。書いてあるんですよ、99年の AFFA ってね。これでね年代判別するんですけれども、かっこいいし、ここに刻印されてて、これを重量上げの時につけるこのリストバンドをデザインモチーフに作られたねタイプのリストバンドで、めちゃめちゃかっこいいっすね。色褪せないな。うん、これはやっぱり、うん、もうちょっと状態がね、あれだったらお安く出せるんですけど、バキバキなんで。でもね、これめちゃめちゃおすすめです。で、本当はいつもはちょっとずつこういう風に紹介して、例えば5個ある時は3つずつとかでやってたんですけど、時間の関係もあって、なんか今回からはその都度その都度変えていこうかなと思って、5日に発売する5個は今日全部見せます。あと2つはですね、時計です。データバーク、ヒロシ藤原モデル、オフオフオフ、やばくないこれ。1997年ですね、ヒロシさんがもうアリトルノーレッジの中で思いっきりご紹介なさってましたね。これね、白と、まあ、グレーですね。で、白はね、多少ですね、多少ちょっとですね、でもめっちゃ綺麗ですよ状態は。まあ、どうしても白という色の特性上、もともとこのベルトとかはもう少し白だったと思います。ただ最初からちょっと黄みがかった白だったと思いますけれども、でもそんな汚れてないですよ、全然綺麗ですよ。で、もちろん今でも時を刻んでおります、動いてます、めちゃくちゃいいです。で、グレーはもっと状態いいです。なんでグレーの方がちょっとね1000円だけ高かったかな、そんなお値段の付け方だったと思いますけれどもね。このピンストライプデザインかっこいいよね。これ見せよう、これね、これあるじゃないですか、ピンストライプのデザインなんですね。これセブンスターズさんがあって、このねライトってわかるかな、ライトボタンここにあるんですよ。で、これ押すと見えないかな、このサンダーマークが浮き出てんの見えますよね、かっこええね。これはね、今でこそフラグメントさんの
モチーフですけど、このサンダーマークっていうのはこの当時よ、30年弱前からひろしさんはエレクトリックコテージでこれずっと使ってたの、モチーフとして。この5個をまず5日に販売します。皆様前半戦ありがとうございます。後半戦ね、5つ紹介しますから、ここで1回区切りますね。で、このヌハスの商品はですね、ありがたいことにたくさんフォローしていただきまして本当に感謝しております。こちらでですね、あの商品の写真をアップしたりとか、ストーリーでいろんな告知させていただいておりますのでね、他にも面白い90年代のカルチャーを発信しているメディアですので、ぜひねチェックしていただいて、まだまだの方はフォローよろしくお願いいたします。それでは4月15日発売のヌハス、本当にこれはレアだよ。15日はステューシー祭りをやります。初めてですかね。あのアキラさん、ステューシーなかなかの発売しないんですかねなんていう声も多少いただいておりましたので、ステューシーね、あの全部ではないんですけど、一部ステューシー祭りということで、ステューシーもう目玉なんで、これ2つだけね、あと他にもステューシー出しますけれどもね、もうちょっと買いやすい値段のもの出します。まあ、これはなんでもうひろしさんニットって呼んでいいんじゃないですか。藤原ひろしさんがその当時着てたし、紹介もなさってたし、しかもネイビーとグリーン2色同時発売、なかなかないで。いや初めてですね、僕は史上初だと思います。僕ももちろんそれぞれで手に入れてますのでね。でこれ面白いのが、やはりヴィンテージの良さというか、そこが醍醐味なんですけど、こっちの方がね、グリーンの方がね、サイズちっちゃいんですよ。こっちが L で、こっちが XL。 ただまあ前所有者様の着方とかがあって、こっちの方が大きいんですよ、サイズが。こっちの方が縮んじゃってるんですね。ただまたそれが良かったりするので、実寸は全部いつものように表記しておきますのでね、サイズの合う方めちゃめちゃおすすめです。皆様ここまでありがとうございます。25日もね、気合入っておりますよ。ちょっとまた趣向を変えて、ザ・ウラハラブランドとかではないんですけど、90年代って言ったら代表する、やっぱりしかもこれからの季節絶対外せないだろうと、バンド T シャツでございます。バンティーです。一回バンティーを紹介する動画も撮ったことあるんですけど、僕のバンティーの基準っていうのは、あの基本的にはジョニオさんが着てたやつですジョニオさん信者なんでね。なのでジョニオさんが着てたバンティーを中心に集めてて、他もかっこいいものをちょいちょい集めてはいるんですけども、その中から今回は6枚、もう結構レアだと思うよ。それこそなんか高円寺とか行ったら結構な値段で売ってるようなものばっかりですよ。なので、あの前振り長いですね、早く見せなさいですけどね、そこそこの値段しますけれど、皆さんそれをご容赦ください。貴重なものですからね。まず1枚目、ジョニオさんが着てたバンティーで一番まあ有名なのこれじゃないですか。ちょっとすいません、見えづらいですね。カート・コバーンのツイート T シャツですね。めちゃめちゃいい感じで味出てます。こんな感じになかなかならないので、やっぱりこのくらい味出てる方がかっこよかったりするじゃないですか。ジャイアントゴールデンサイズです。 XL です。もちろん本物です。これ結構ね、精巧な偽物が結構あるので、僕も勉強して判別できるんですよ。これ本物です、ご安心くださいで次、ででーん、レッチリー、ふー、かっこよ、めっちゃかっこよ。こちらはですね L サイズですね。なんでめちゃめちゃルージーな感じでは着れないですけど、でもいい感じで着れます。このソフティっていうところのボディのこれですね、レッチリの。これもジョニオさん着てたんですよ。あのサイトでね、そのジョニオさん着の画像も全部載せときますけどね。ジョニオさんフリークの方はおすすめでございます。で、やっぱりこれですよね。レイジアゲンストザマシーンのこのリンガー T シャツですよね。あまりにも有名なジョニオさんが一番かっこいいんじゃないかなっていう写真ありますよね。これもめちゃめちゃいい感じで味出てますよ。もうなんかこうナスコンならぬナスグレーみたいな、ナスビじゃないですけどね、あのナスビのみたいな色の紺色だからナスコンなんですけど、もうナスじゃないかこれは何って言うんだろう。ただこれめっちゃいい感じで、もともと黒だったんですけど、結構こう痩せててね、かっこいいですよ。ちょっと汚れもありますけど、まあそれまた味っていうことで、これちょっと穴とかもそれがまた逆にかっこいいかなと思いますけどね。ザ・ヴィンテージっていう感じで、これもジャイアントの XL、 なかなか最近本当に出てこないので、これも判別してあります。はい、大丈夫です、ご安心ください。
うん、本当に。でもね、ちゃんと見ると結構一発で分かりますよ。全然違うんで。で、結構そういうのを丁寧に解説してくださってるサイトさんとかあるので、僕もそういうの見たりとか、実際この本物と、うん、偽物も買ってしまったことあるんですよ。ですげえ悔しくて、でめちゃめちゃ見て、もうルーペでこんな見てねまあそこでしつこくやって、判別僕もできるようになって、なんでご安心ください。他にあと激レアバンティが3枚発売、よろしくお願いします。皆さんも今日も最後までありがとうございました。うん、4月もね、自信を持って皆様にお出しできる、ご提供できる商品かと思います。所有から共有へ、本当に皆様と一緒にこのファッションとカルチャー両方ね、楽しめたらと思っております。また来月もね、商品紹介やりますのでね、よろしくお願いいたします。まずは次のネクストの動画で皆様とお会いできたら、めちゃめちゃ嬉しいです。私邪魔ですね。ではまた。